ずっと二人だと思っていた。日曜劇場ビューティフルライフ。ずっと二人だと思っていた。ずっと二人だと思っていた。ゆで卵みたいな顔してるよね。2001年東京地検に一人の男がやってきた。ケンジ。男は持久力がないと。クリュウケンジ、仕事です。君を見るときにみだらな妄想を抱かない男なんていないぞ。二股って本当なのか。二股じゃなくて掛け持ちです。わあ、気持ちいい。だろ、みんなちょこっと上がっただけで海の見え方全然違うもんな。結局ケンジのパシリだ。すごいっすよ。いい加減にしてください。あれが栗生公平ですから。大きい小さいってあるんだ。犯罪は犯罪でしょ。ヒーロー月曜夜9時スタート。Mind though your heart is aching Smile evenBreaking when there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the空から降る一億の星。偶然。誰ですか。誰。同じやね。重なり合う偶然。ここで二人でパーティーする。もうあれきり終わっちゃうような気がしてたから。深まっていく謎。Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through。 もつれ合う運命の糸。偶然じゃない。月曜夜9時スタート。いや偶然だよ。 Good luck。 19日日曜夜9時からは木村拓哉主演日曜劇場 Good luck がスタート。豪華キャストで大空を舞台に繰り広げられるパイロットたちの青春ドラマ。 Good luck。 やっべ。夢に向かって走り続ける主人公、木村拓哉演じる新海はじめ。グッドラック。副操縦士の新海です。下手くそ。君は素人以下だ。うちだって何百人って命張って飛んでんだよ。パイロット信じるしかないでしょ。今夜お疲れ様会やりませんか。この飛行機には片道分の燃料しか積んでいません。一か八かに人を死なせるわけにはいかねえんだよ。 Good luck。 We'll be right back.
が熱いかの勝負じゃねえかよ。それはホッケーじゃん。マンタをコーチにするなんて俺認めませんから。まずいな、彼女古き良き時代の女かもしれない。みんなも連絡ない男いつまで待ってんのよ。普通に待ってないよ。きっと青春です。俺は行く。最初から言っとくもん。なんてゲームだって。最初にルール決めればいいの。恋愛にルールなんていらないの。恋愛って私プライド今夜9時スタート。より速く走ることだけを追い求めてきた男と訳ありの12人の子供たち。レースクイーンか。そして彼らを取り巻くこれまた訳ありな大人。終わってねえ。訳ありのレーシングドライバー。僕は神崎二郎です。32歳です。ここには彼みたいな人が一番必要かもね。エンジン今夜9時スタート。